僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。最近行ったところで、変な気持ちになったところがあったんだったわ。これはね、もう、あんまりネタバレとかなしで、みんな、もう行ってほしいっていうのがあるんだけど、豊洲にあるさ、チームラボっていう世界があるの。なんか光と五感をビンビンに刺激して、なんかそういう世界。キラキラしたような世界があって、で、平日なのにインスタ映え女子とカップルとでごった返しててさ、なんなのあれ。なんかね、やらしさ感じるんだよ。もうだけど、どうせみんな行かないんだったら言っちゃうけど、まず最初に裸足にさせられてね。いや、僕しかも行ったのがさ、モーニング娘。のマニアのおっさんと二人で行ったのを全然知らないから、そのおっさんがチームラボ行ってみたいって急に言うから、なんでそんなに言うんだろうなと思って。よくわかんないけど、なんか下心があるのかなとか、いろいろ考えながら、あ、じゃあちょうどいいから行きましょうって。豊洲のね、市場の市場もできたばっかりだし、ちょうどいいかなと思って。やってることが、なんか下品に思えちゃうというか、いや、僕が偏見、つうか、僕みたいなやつがいることで、そこにいるインスタ映え女子たちになんか迷惑かけてんじゃないかなっていうか、この人たちに、この女子たちって僕たちのことをなんか性犯罪者みたいな目で見てんじゃないかなみたいな、変な被害妄想も入っちゃって、随分居心地の悪い空間だったんだよね。いや、すごいね、面白いんだよ。純粋な気持ちで言ったら面白いんだけど、僕のそういう被害妄想意識とかがすごい高まっちゃったことで、だって気持ち悪くない？僕ともう一人も、まあ同じような風貌の人だとしようよ。そういう人が2人でキラキラしたところで、しかもね、下がね、ガラス張りだったりとか、だからスカート履いてる人はハーフパンツを貸し出してね、着替えさせられんの。だけど本当によくこうやって見れば、まあ僕だから下ね、見れなかった。あれ、目線を視線を下にやれなかったもん。もうこうやってずっと上やって 痴漢の冤罪かけられんの嫌だみたいな。だからずーっと下見て、例えば、ハーフパンツでも隙間はあるわけじゃん？隙間はあるんだから、こうやってよーく見ればさ、パンツとか別に見たくないんだって。見たくないのに、そうやって思われるのが嫌じゃん、まず。なんか今、あの変な人、私のハーフパンツの隙間覗いてないって思われるのがまず嫌じゃん。エスカレーターとかもそうじゃん。見たくないのにさ、電車が来てるか上見た時に、なんかスカート履いてる人がいたら、僕なんか、そういう、勝手な、だからもうずーっと下向くしか、あ、下向く。エスカレーターは下向くけど、チームラブはこう 綺麗だなーって。なんか下品なんだよな、チームラブ。おしゃれなんだけど、すんごいおしゃれなのに、おしゃれだけど、で、水の世界みたいのがあって、で、膝までね、水に浸かっちゃうところがあるの。だから、女の人とかも全部こう、たくり上げてさ、ここら辺までたくり上げて、そこに入らないといけないの。そういうのもあって、それを知ってて来た、女の人の足を見たいだけの気持ち悪いおっさん二人組っていうさ、レッテルを貼られるのが嫌でさ。嫌 でしょ。そんなつもりないし、何の知識もなく行ったら急に靴下脱いで入ってくれって言われて、で、真っ暗な中だから、もう、あれもしもっと混雑してたらさ、痴漢とかいっぱいいるんじゃねえの？宇宙の道みたいなのがあって、水がさーってこう坂道を流れてるの。多分あれ、多分だけど、最初に消毒させられてんだと思うけど、うまいことね、足を消毒させられてる学校のプールとかあるじゃん。最初になんかケツまでさ、座らされて10秒数えられるやつ。それをかっこいい感じでやられて、で、バーって流れて、滝が向こうの方からダーって落ちて、で、さーって、まあ、とりあえずそう、くるぶしぐらいまでのね、水が流れてるところを通り過ぎると、もうふっかふかのね、なんていうの、あるじゃん。スライムみたいな、でっかいスライムとかで、変なこう座り心地のブシューンってこう入っちゃう。全部こう埋もれちゃうやつ。全部埋もれちゃうやつに、こう埋もれちゃうやつが道があるんだけど、両サイドにカップルがそこにこう埋もれながらこう寝てんの。その真ん中を僕たちはこんなふうになんか四つん這いになりながら、こんなふうにさ、こうやって四つん這いになってね、ゴールまで行かなきゃいけない。こう、カップルはね、こんな腕枕とかして、その両サイド並んでんだぜ。何なの？で、後々に考えてもあのカップルの意図が全然わかんないの。なんでその、沈むところでずっと寝てんの？黒いところで。いや、やべえよ、あれ。やばいでしょ、なんか。なんか、できんじゃない？やってること。きついでしょ？わかるよね？不安不安の、なんていうの？ちっちゃいさ、パウダー、なんか、
丸い多分発泡スチロールがいっぱい入ってるところで、深いの。深いからすぐ倒れちゃうし、よろけたらもう、なんならカップルのその寝てるところにね、もうちょっとでダイブしそうになったからね、こううわーってなっちゃうんだよ、本当に。深いから、わかんないから。だからそんな寝てるやつが悪いんだけど、でもそれやったらまた猥褻系になっちゃうじゃん、お縄になっちゃうし、あ、なんかね居心地悪いんだよ本当に。僕がそういうなんていうの、下心満載できたおっさん二人組って見られてるって思う、その被害妄想がまず嫌なの。気持ち悪いっしょ。あと女子とか、女子だけで行って、もうインスタ映えのためだけに、もうじゃあ撮ろうよってこう自撮りとかして、こうなんか決めてるところに映り込むのがまず嫌なんだよ。だって僕映り込んで、もしそれで SNS とかでさ、入ってたら嫌じゃん、僕が後ろに入ったら。でそれで全然関係ないのに、後ろのおっさんキモとかさ、コメントがついて、そのあれ SNS インスタ映えの女子のインスタのコメント欄にね、なんかキモいおっさんが映り込んでるんですけどとかいっぱい書かれたら嫌じゃん。だから絶対に映りたくないから、なんか撮ってるやついたらスッてこう避けるようにしてさ、そういうこと考えたらもうね嫌なんだよ。言ってこないよみんな。まず最初にその黒い真っ暗な洞窟、水が流れてるとこ行ったら、その変なふかふかのとこワールド行くじゃん。その後にもう下がガラス張り、鏡張りになってて、ですんごいキラキラした LED が上からいっぱいぶら下がれてるやつ、これでわーってなんかこう宇宙のワープゾーンみたいなところに入ったりとか、その LED の照明によってね、いろんな見方ができるような。だけど結局全部下がガラス張りで、女の人は素足でペタ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 歩いてたりとかするの。あとはその後に膝までのね、膝まで水に浸かって、なんかバスクリンみたいな白いところで、そこに上からこうなんていうの、映像を映して恋とかをこうやってると、そこもなんか生ぬるいあったかさで、アートとして見るとすごいおしゃれだなって一見思いがちだけど、なんかこの裏にちょっとした下品さが見え隠れするなみたいな。あとは大きい風船がいっぱいあって、そこに真っ赤ないろんなライティングでこういろんな世界になって、風が吹いたりとかして、その風船を頑張れば押したりできるの。だから向こうに女の人がいるときに、わざとこっちから相当したりすると、空戦を通じて相手の女の人にこう嫌がらせができるみたいな世界もあったりとかさ。まあやってないけどね、そんなこと。少しだけしかやってないけど、なんだろうね。じゃあ例えばそれがこれなんだけど、こうやって膝までさライトアップされてる、このわかる、僕が気持ち悪いので、こっちの方にほら女子たちが自撮りしてんだよ。これこの世界行きたくない？君たち考えが気持ち悪いっていうか、僕が、ま、正常な思考だと思うけどね。 あとはこれは風船の真っ赤、風船が真っ赤になった時の風船の間から見えるところの自撮りした僕ね。怖いでしょこれ。よく見ると僕は自撮りしてるんだわ、風船の赤いライティングになってるこの合間にこうやって最後なんかはそのガラス張りのところにその案内されてね、プラネタリウムみたいになってんの。そこに寝そべってこう空を見るみたいなので、そこにこう花とかがいっぱい散ってきてて、バーってだから寝そべるから、またそれでさ鏡張りだから、なんかそれも変な感じなんだよね。それで僕はすぐに思いついたのが、昔さアートでブラックボックスなんとかってあったじゃん。でなんか暗闇の中で何かを体感せよとか言って痴漢しまくってるやつ、まあ、失礼だよ、そうじゃないけど、なんかそこにこれからもうワンランク上がるとそこに行くんじゃないかなみたいな。ちょっとそのアートといえばなんかごまかせるみたいな、まあチームラボはそんなんじゃないけどね。すごいちゃんとした DMM の会社のね、あのカメッチに案内された時もチームラボの会議室とか全部見てもらったし、まあ、かっこいいっちゃかっこいいし、インスタ映えとかね、いろいろ良かったんだよ。良かったんだけど、僕のね、下水心が一つ加わることでね、ほら、これなんかすんごい綺麗でしょ？これ全部 LED になってるよ。綺麗な LED で、いろんなパターンの星だったりとか、そういう虹みたいになんだったりとか、いろんなのなってるの。うん、DMM なんだよ。DMM の会長のカメッチが一つ噛んでるような気がする。だっておかしいじゃん。DMM の亀山会長に案内された時の、うん、なんかジャングルみたいなところにさ、こう、プロジェクトスクリーンみたいになってて、そこがライオンのところちょんと押すと壁になってて、こう、会議室が開くみたいな、あのなんか下品さと、下品って言ったら失礼だけど、あれとなんか似てるような
感じなんだよね。まあそれがチームラボなんだろうけど、お台場と豊洲にあるらしい。2700円はね、意外に2700円分楽しめたね。今高い車なんでも VR の、例えばドラクエ VR なんてさ、もう15分で3000円とかかかるでしょ。それに比べるとチームラボ別にずっと居座ってもいいらしいの。だからずっと居座って、ずっと、例えば朝から行って、そのエロ目的のおじさんとかさ、いてもおかしくないじゃねえのって思っちゃうんだよな。ずーっとこうやって寝転がってて、エロハプニングを待ってるおっさんとかさ、例えば最初のふかふかのところでこうやってずーっと寝てたらさ、女の人がこう降りかかってこないかなって思いながらこうやってずーっと 待ってる人とか、だっておかしいんだもん、なんでここで寝てんのっていう人が あそこ寝る意味ないじゃん、最初のゾーンなんだから。あとはずーっとこう下の鏡を見ながら、ずーっとこう映像をこう鏡撮りながら、スマホの映像とかあれだから、こうやって、その隙間からパンツが見えないかずーっと撮り続けてるおじさんとかさ いてもおかしくないんだって、あれやばいぜ。だからいや、僕はそんなの絶対しないじゃん。そういうののさ、そのケアちゃんと注意とかしてんのか、怖いよね。だからやめな、ほんと。そのアートを踏み台にしてね、気持ち悪い考えしてる人いるんだから。なんで下鏡張りなの、あれ。鏡張りっつうか、下が鏡ありって時点でなんか下品じゃね？いや、そんな発想ないだろうって言ってるやつ、絶対揃わないって。じゃあ、全員スカートで行けばいいじゃん。わざわざハーフパンツって最初に注意してさ、そのパンツが見えてしまいますとかわざわざ言うわけ。気持ち悪くない？なんか。あれで例えば、毎日行ってたらさ、で、自分はおしゃれが好きなんですよって言ってるやつ言ったら、多分犯罪者だと思うよ。なんでね、その、インスタ映え目的に行ってるね、女性の皆さん、気をつけてください。僕はあなたたちの味方だからこうやって警告を発してんの。確かにハーフパンツだったら安全と思ってね、開放的な気持ちになっちゃうかもしんないけど、そこに潜んでんのは気持ち悪いね、人も潜んでる可能性あるぜ。そこだけは気をつけよう。もうちょっとなんとかしてほしい。女人禁制にするか、もう女性専用車両にしちゃえ。